皆さん、こんにちはということでね、本日はエンゼルス戦がないということでね、えー、違う方向でね、えー、情報をお伝えしたいと思いますけども、えー、とりあえず明日翔平、まあ、投げるというところになってまして、えー、相手ピッチャーはダニングかな、というね、今のところの情報となっております。で今日はですね、AAA、えー、の選手、まあ、マイナーの選手ですね、の、えー、現状をね、お伝えしようかなと思いまして、 まああのスプリングトレーニングでもね、えー、そこそこ活躍した選手たちもいましたのでねまあ、その辺の人たちがどうなったのかっていうところですよね。でまあまず、えー、スプリングトレーニングが出てこなかったかな、えー、デイビスさんですよね、えー、まあ、4 2人枠に入ってる、まあ、選手であって、まあ、一番ねこう枠的な話もすると可能性がね 上がってくる可能性がまあ高いのかなっていう選手ではあるんですけども、えー、とりあえず打率が3割3分3厘、えー、5打点の OPS749 ということでまあそこの前までもうちょっと高かったと思うんですけどねスタッツ的にはまあまあという感じですかでまあ彼に関しては、えー、ショートで育ててほしいのかなっていう感じだったんですけども現状、えー、サードが一番出ててでショートと、えー、ガイア センター、ライト、レフトを1試合ずつやってる感じなのかなっていう守備のね、えー、スタッツを見ると、そんな感じですね、えー。ガイアもやってるという感じで、うん、どうなんでしょうね、まあ、サードっていうとね、レンドンがいますので、まあ、なかなかあれですし、まあ、やっぱショートでね、育ててほしいんですけど、ショートは、まあ、連比砲が出てるのかな、下では。多分そんな感じだと思うんですけど。 まあね、上の状況を考えると誰かショートで育ってきてくれないかなっていうところですけどもね、うんまあ、彼のショートの守備がどんなものなのかっていうのはね、まあ、映像はそこまで見れないのでわからないんですが、まあね、ショートあの表記だったんですけどね確か去年はねだからまあどうなんだろうと思ってたんですけど、まあ、とりあえずサードが一番主にやってるという感じみたいです。でステファニックですね えー、彼も4割ですね、打率が4割の5打点、OPS863 ということで、まあ、そこそこね、えー、彼も、えー、活躍して打ってるみたいな感じなのでね、えー、まあ、映像の情報、ツイッターに上がってるのなんかでも、彼は打ってるっていう情報がね、えー、入ってますので、まあね、えー、スプリングトレーニングでも結構、まあ、その打ってましたしね、うんまあ、最後、どうなんだろうってとこまではいったと思うんですけども。 まあ、とりあえず40人枠に入らないことになっていうことなんでねまあ、彼もでも活躍してねこのままこう維持していけばねまあ、チャンスは来ると思うんですよねだからまあ彼に関しては40人枠で、まあ、デイビスに関してもこのまま活躍していってまあどこかでね、えー、まあ怪我人が出た時とかにこう呼ばれるように、えー、まあ活躍を続けるというところですかねであとえ途中で取りましたモンテ・ハリソンもね えー、3割5分7人4打点1ホームランということで、まあ、そこそこねやっぱりまあメジャー経験者ですからね、うん、トリプル A ぐらいだったらまあそこそこ打つっていう感じですよねであとシエラ、えー、も2ホームランというところで、まあ、そこそこの現状では活躍しているのかなというところですねでペ,ペゲーロピッチャーでまあ唯一そこそこいいかなっていうのはペゲーロかなと。 えーまあ、防御率が2.453.2イニング投げて6奪三振ということで、まあ、結構2イ、えー、ニ,ニングリリーフとかしてるような感じですね。まあ、ということでねちょっと、えー、軽く、ね、お伝えしましたけども、まあ、そのやっぱステファニック、デイビスともに、えー、去年は、まあ、そこそこホームランも打ったんですけど、まあ、まだ今のところ、ね、ホームランは打ってないというところでまあそうですねホームラン 打てるならね、それはね、打てるに越したことはないので、ま長、あ、打力があるというアピールにもなるしね、うん、なので、まあ、この2人、とりあえず注目しつつですね、えー、まあ、ピッチャーもですね、リリーフ、まあ、今ね、えー、ペゲーロが一番いいかなって、この下ではね、言ったんですけども、まあ,あとマーテもいますけどもね、ちょっとなんか打たれたみたいで、防御率的には悪い感じになってますし、まあ、ジャンクもなんか、 あんまりいい防御率じゃなかったんですけどもね、まあ、まだ始まったばっかりなんでね、えーまあ、ちょっと打たれると防御率も,も爆上がりしちゃうんでねなん、まあ、とも現状では言えませんけどもね,、まあ、そうですね必ずこうシーズンのどっかでチャンスは来ると思うので、まあ、ピッチャーに関してもです、ね、その辺もしっかりとこう結果を出してね、えーまあ、上がってくるのを待っててほしいし。 やっぱりリリーフ陣もこう調子悪くなってくる選手とかいると思うので、まあ、その入れ替えられる選手のところは、まあ、やっぱ下からね、いい状態の選手とかをこう入れ替えてくると思うのでね。うんまあ、その辺に関してもトリプル A で頑張っている選手がね、いい成績を出している選手がいれば、まあ、万が一、上でね、調子が悪い選手がいるときに入れ替えられるそしてけが人が出たときにも入れ替えられるというところで。 まあ、その辺の層の厚さも、ね、重要かなと思うので、まあ、しっかりと、ね、やってきてもらいたいなと思いますね。ということで、まあ、今日は、ね、エンゼルスの試合がなかったので、えー、とりあえずです、ね、トリプル A の現状で、ねまあ、活躍している選手とかというのをお伝えしましまた、えー、続いて今日はね今日もか、えー、鈴木の誠也さんと、えー、吉津郷さんの、ねえーまあ、チームが戦ったということで。 せいやさんは3打数ンダー1打点ということでまた今日も打点を上げまして、えー、筒香さんは2-0の2フォアボールかな、うん、ということで、えー、でもパイレーツが勝ったというところになっておりますね、えー、2対6かなでパイレーツが勝ったというところでやっぱねすごいねせいやさんね、うん、本当に今ちょっとフィーバー仕掛けてるレベルじゃないですかね日本でもそうだし、まあ、向こうの方がやっぱり お本物だなみたいになってるのかな、まあ、そういう感じだと思うんですけどもまあ、このままね、好調を維持して頑張ってもらいたいのとあと筒香さんもね、えー、まあ、しっかりと結果を出していってほしいなと、えー、思いますねで今日のヤンキースですけども6対4で敗れるというところですねいやーゲレーロニアに3ホームランかな4打点ということでさすがにね1人にこんだけ打たれちゃダメよっていうところ あと、コールがまたね、えー、ホームラン。だコールが2発打たれたのかな、とりあえずゲレーローにね。で、5.2ニング、えー、3失点、4安打、えー、1フォアボール 6K ということで、まあ、そのホームランがなければ、そこまで悪いとは言うあれじゃないかもしれないんだけど、もう前回も結構打たれたしね、やっぱりちょっとなんか心配な感じだね、エースがね。うん、あまりよろしくないかなというところですね。 でまあ、ヒックスが、ね、ホームランキャッチみたいにしたんですけども、えー、グローブからちょっと出ちゃって、ね、そのままホームランになっちゃうというのがあったのとただ、まあ、その次の打席かなその次のホームラン、まあ、インコースみたいな、ね、あの難しいと思うんだけどうまくさばいて打たれちゃったよね。いやーなんか去年やっぱ爆発してもうそれが本物になってしまったというかね 今年はもうもうっと打つんじじゃなないいかみたいな感じありますね、うん、ちょっと見てると。いやーすごいね。まあその前はね、なんか、えー、かなり期待されてたんでね、デビューした時はなんか微妙だな、微妙っていうか、うん、そこそこだったなみたいな感じで終わっちゃったと思うんですよ、ルーキーシーズンはね。で、その次の年がコロナのあれで、なんか太ってきちゃって、まあなんか。 やっぱコンディションが悪かった、でまあ、去年やっぱり絞って出てきて、まあんだけ打って、まあ今年もちゃんと絞って出てきたと思うんでね、うんいやー、どんだけ打つんだろうって感じですね、現状、こんだけ打っちゃうとね、うん、いやー、本物になったなというところ、ただまあ、こんだけね、一人に打たしちゃってよかったのかっていうね、もうちょっとなんとかなったんじゃないかなっていうのは、個人的にはちょっと思いますよね。うん 1>, まあ1本打たれてるんだからもうちょっと警戒して投げるで2本目打たれたんだったらねその次はもう最悪ね歩かせるとかなんかいろいろあるじゃないですかなのに同じようなコースで持ってかれてんだよねもうちょっと考えるべきだったんじゃないかなとだから彼の、ね、ホームランが1本でもまあなければまあちょっとは変わってきてるかなっていう試合だったと思うんでね ちちょょっともうちょい考えた方がいいいんじゃないかなかって思っちゃいまましたけど、まあ、考えてね、やってるのはとは思うんですけどそれ当たり前にねただ打たれてるからねどうにかなんなかったのかなっていうのはちょっと思いますねで最後もねやっぱりなんかそういう風に乗ってる選手っていうのはいいプレーをするっていうかね、うん、ドナルドソンの、まあ、ライナーファーストライナーで最後終わったんですけども、まあ、あれも抜けてれば ま,あまだチャンスが広がって、まあ、分からなかったかなっていうところにはなってきてると思うんですけどもね、うんうん、あれもなかなか、まあ、真横って言ったら真横なんですけど、まあ、打球も速いしね、うん、よく取ったなっていうところやっぱ乗ってるねっていう感じがしました、うん、ゲレーロジュニアねいやー本当と今日はなんか彼に全部持っていかれたっていうかやられたっていう感覚の試合だったかなと、うん、思いますね ただ、ジャッジに、ね、昨日まあ状態はそんな悪くなくていい感じじゃないのかなって言ってたら今日、ホームラン出ましたので1本ね、良かったなっていうのと、まあ、リゾも調子いいしトーレスにも1号が出たということで、まあ、まだね、序盤ですけども、これから、ね、乗っていってもらえたらなという感じの、ね、試合でした、まあ、ただ、本当にゲレーロジュニアだけにやられたっていうちょっとそれだけかなと思いますね、今日は。 ということでね、明日大谷さん投げますので、まあそれをお楽しみに、えー、今日はね、一日過ごしてもらえたらっていうか、まあ、もう夜だと思うんですけど、見てるときはね、うん。でからまあ明日、そのお楽しみにね、えー、夜過ごしてもらえたらなと思います。ということでご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、高評価、ツイッター、ロー、コメントよろしくお願いします。では終わります。